さあ皆さん、白熱した試合が続いておりますが、はい、さあ3位決定トーナメントの第2試合をこれからお届けします。はい、はい、ということでトーナメント表がこちらになっております。はい、うん、これから戦っていただくのが、はい、相原選手と石田選手の試合をこれから見ていきます。はい、どんどんね着実に進む選手が決まってきております。でも午前の試合はもうこれで最後やけ、そうです、そうです、うん、になっておりますので、うん、皆さん最後まで熱く、うん、はい、試合を見守っていきましょう。はい、ということでね、まあ、試合の準備はこんな感じかな、うん、大丈夫そうですね。もう行きましょう、うん、試合にどんどん行きましょう。もうどんどん行きますよ。もう見たいでしゃあないさあでは、3位決定トーナメント第2試合をこれからお届けします。はい、はい、うん、さあ先攻が相原選手、そして後攻が西田選手となっております、はい、さあピッチャーは誰が起用されますか。お、発表されました。千賀投手対千賀投手となっております。千賀投手対決だ。あ、両チーム、うん、そう、よく見る ね、ですね、この千賀投手をどう攻略していくのかと、うん、というところです。うん、さあオーダーはこのようになっております。お、西田選手1番グラシアル選手だね。ね、うん、やっぱ1番グラシアル選手の起用が多いね。うん、うん、中牧原選手だね。そうですね。さあ試合始まっていきました、うん、さあ先行攻めるのは相原選手、起用は、牧原選手を1番に起用しています、うん、さあ2ストライクで追い込まれました。ここは際どいところ、うん、見逃してワンボールツーストライクです。あ、ツーツー、さあ、うわ、うまく打ちましたね、高めのところ。さあヒットで出塁です。さあ牧原選手ヒット、ランナー一塁。さあ3イニングなんでね、どんどん先制点をまずは取りたい、そしてどんどん初回から攻めていきたいところです。そう、2番の起用は栗原選手、うん、落ちる球がやっぱ厄介ですね、うん、防御率が、おー、ルイは防御率、うん、西田選手2.12。 お、フェアフェアフェア。ここはただダブルプレー、うん、ダブルですね。ツーアウトになった。あー、一気にツーアウトになりました。さあ3番は柳田選手です。さあこの回ね、さあ先頭ヒットで出塁しましたが、うん、その後ダブルプレーに打ち取られてツーアウトとなっております。さあ3ボールボール先行です。さあそして1つストライクが入りました。3ボール1ストライク。さあこのツーシームを打ち上げて、これはセンター、さあ守備範囲でしたね、うん、さあ1回の表は、うん、さあ0点で終わっております。そして今から1回の裏に入っていきます、はい、さあ攻めるのは、うん、西田選手です。さあ1番バッターグラシアル選手、よかったね、結構いいですね、トントンと言っております。やっぱね防御率 2.12 ということでね、ピッチャーの使い方がすごくこう慣れてらっしゃるんですね。さあ、ツーボール、ワンストライク。さあ、これは、さあ、ショート取って、ショートゴロで、まずワンアウト。さあ、これからね、両先発のこの千賀投手をどう攻略していくのかです。2番キーだ。おー、2番キーだ。結構高めやね。ですね。高いところのキワキワを攻めていきますが、ここはギーター、さあ低め打ち上げて、うん、ここはショートフライでツーアウト。ちょっとテンポが早いですね、この試合は。さあ両先発投手が結構考えて配球されています。さあここは早くも、さあ三者凡退ですね、スリーアウトで。さあもう2回に入ってきます、2回の表。いやー、テンポ感やっぱ両選手早いよ、早いよ、多いよ。
0対0、2回の表、さあ初球打ちました。ここは、さあ守備範囲ライトフライです。ワンアウト、そして初球は見逃します。ワンボール、さあインコース攻めですね。ワンボールワンストライク、落ちましたね。これ打てん、じゃあ落ちるわ、打てん、私打てん打てん。ワンボールツーストライク、さあ厳しいもん、このねフォークボールもなんですけど、チームもね微妙にこう変化するから、そうなんよね、本当に打ちにくい。おお、これはピッチャーだ、ピッチャー強襲ですが、ここは一塁ツーアウト、さあアウトです。テンポ感がやっぱすごいね、ね、トントンといきますよ、この、さあ打ち上げてサードフライとなってチェンジ、さあ2回の表、さあここも、テンポよく0点で抑えられておりまして、で2回の裏に入っていきます。試合は0対0、まだ動きません。どの試合もさ、こんな動きがあって面白いね、なかなか動かん試合があったりとか、初回から点が入ったりとか、そうね、打ち合いもあったもんね、あったあった、そう、ゴールドの試合なんかもありましたから、だね、あと通信発動した発動通通から、さあここただ、さあ粘っていきますが、ここはファールフライです。ワンアウト、さあバッターボックスに入るのはデスパイネ選手、一球見送ってワンストライク。西田選手なんですね、大阪出身なんやけど、大阪やけどでもホークスが好きで、小学校の時から年間130試合以上は必ずテレビで観戦しておりました、すごい、なんかちょっと似たものを感じるんですけど、ひきちゃんみたいやなって思ったさあ打っていきました。これは落ちました、レフト前に落ちました、さあワンアウトからランナーが出ました、ちょっと試合に動きがありそうですか。ほんとね、そうなんですね、西野選手、そうなん、反対ですね、好きな選手はホークス OB の松本選手らしい。おお、これはさあ3アウトチェンジになります。さあランナー出しましたけれども、ただここのこの回も0点で抑えられております。0対0、もう3回に入っていきます。早い、とても早い、早いですね。さあ初球はボール、ああここは2球続けて高めに、前原選手もここで点入れたいよね、入れたいです、もう、もうテンポ良くなってくると、ね、このテンポの流れでいっちゃいそうですけど、そうね、入れたいですね、この、なんかこのテンポを、そう、前原選手は福岡出身らしい、福岡、はい、球団内では誰にも負けませんっていうねコメントが来てます。ワンボールワンストライク、やっぱりこのこれまでの選手たちの試合も見てましたけど、みんなキワキワで全く甘いところに入らないですね、失投が一つもない、ないないない、お互いのもう表情がな表情やね、そうですね、さあフェアとなりましたが、ここは一塁アウトです。ツーアウト、さあ3回の表なんでね、こここの試合3イニングマッチなので、そうね、緊張はありますけれども、なのでなんとか1点この3回表で入れたいですよ。さあここは切れていきます、ファール、相原選手大好きな牧原選手に回せるのか、おマッキーが一押しの選手なんですね。さあここはサードゴロで3アウト、さあ試合がまだまだ動きません、まだまだ、もう3回の裏まで来ました。さあ両先発投手が頑張っています、なかなかね、この配球とか全てを含めて攻略されないですね、両投手が、さあここは珍しいんじゃないですか、3球続けてボールです。さあ次の1球を確実に入れたいところですが、フォアボー ル、 さあストレートでフォアボールとなりました、ランナーが1塁です、ノーヒットランナー1塁、3回の裏、あここ1点入ればね、そうね、1点入れば試合が終了となりますから、なんとしてでもこの
最後ここ行ってみたいよね。切りたいところですね。ボールワンストライクです、うん、打席は甲斐選手、うん、さあどうだ。ここはダブルプレーになってしまった、うん、さあノーアウトの、ね、ランナーが出たんですが、うん、そう簡単にはいかないと。代打長谷川選手、おお発動、代打の神様が発動した。さあここでチャンスメイクできるか。さあ初球は高めストライクです、うん、さあそして力アップ。さあ千賀投手もね奪三振発動しましたよ、うん、ツーストライクで、ここは高めしっかり見ます。ワンボールツーストライク。さあここも高め、お結構高めが多いです ね、 ね高め多いね。さあこれはインコース打ち上げてセカンドフライで展示、はい、さあここですね、うん、ここから特別延長に入っていきます。特別延長のルールは、うん、2イニングになっているんですが、うん、ノーアウトランナー1、2塁の場面からスタートします、うん、さあ両チーム得点が動かない0対0の試合展開となっております。割れるかな、おあ、違うわ、代打や。代打、長谷川選手。長谷川選手、発動しました。発動しております、代打の神様。代打の神様になれるか。あ、初球から打ちました。おお、これはファール。入ったかと思った、今。あれね、ヒットになってたら、うん、入ってましたね、得点。うん、奪三振も発動しました、千賀投手。ワンボールツーストライクで追い込まれました。ノーアウトランナー1、2塁でここはインフィールドフライ。まずワンアウトということですね。ただ、ランナーが1、2塁というチャンスは変わりません。うん、ワンアウト。能力ピンチが出た。うん。ワンボールワンストライク。うん。投球数が41だって背番号と一緒ですね。本当ね。4、一緒やわ。3ボールです。3ボール。うん、さあ次打ってこれは抜けない。あ、ただ送球が少しそれました。一塁はセーフです。わあ満塁や。満塁。うん。ワンアウト。さあここはね犠牲フライなんかでも1点が入る展開になっております。さあバッターギータ。うん。いや何としてでもねここね受けたい展開。さあ奪三振発動しました。うん、あとやっぱあれだね、三塁で不能力奪三振。さあ外目のボールツーボールツーストライク、うん、ランナーは満塁、うん、さあ打ったこれはどうかどうか落ちた。さあライト前落ちてまず1点入れました。1点入りました。タイムリーになりました。うん、早原選手1点入りました。ここでようやく試合が動きました。あ、球団員だ、誰にも負けない相原選手1点が入りました。いやようやく動いたって感じだね。本当ね、ここまで全く動かない、もうピッチャーのね投手戦でしたが、あ、チャンス発動、お、チャンス発動、うわホームラン出ました。皆さん今のもうさ打った瞬間もう、はもう確実みたいな感じだったもんね。うわ、うん、はい、ま、あの満塁ホームランということで、うんうん、一挙5点が入りました今回、はい、相原選手の表情にね少しちょっと緩やかな表情が今見られましたね。いやーねー、うん、1点リードでもちょっとホッとしますけど、それでも満塁ホームランがその後出て5点差というのはだいぶ大きいですよ、うん、さあここはさあカード正面、うん、2アウトです。上野打球は高め、
かにね、ずっとね千賀投手が投げ続けますね。結構先ほどの試合とかだと細かい系統がありましたが、調子がいいピッチャーずっと起用するっていう感じだったのでね、動きましたけどね、この試合が。さあここも、うわさあ、6点目が入りました。相川選手、笑みがこぼれる。相原選手だった。失礼しました。もうテンションのあまり、うん、さあ、4回の表、うん、ここまで全く動いていなかった試合が、いや、そうだよ。一気に動き出しました、うん、やっぱり一発が出るとどんどんその後もね、やっぱ違うね、繋がってくるんですね、うん、こういうのは。さあピッチャーがここで、そうですね、先頭投手が6失点をしたところで、うん、ピッチャーが森投手に変わりました。あ、森投手、これはここは、はい、守備範囲でチェンジです。さあ最後ライトフライでチェンジとなりました。さあこれからね、さあ攻めます。西田選手は、うん、6点差開けられましたので、うん、なんとか、うん、まあ、ランナー貯めて追いつきたいところです。うん、でそう、特別延長ルールなので、まあ、ノーアウトで 1,2 塁から始まるっていうところがあるので、一発が出ると全然あの点差が ね、 そうね、一気に3点差とかになってくるので、うん、6点差といえど全く分からないところでホームラン。え、でも今特殊能力でピンチ発動しとったけど、ホームランだね。ホームランで、ホームラン、いや、一気に3点入って、うん、そして、おお、これはさあ、フェンス直撃のツーベース。やっぱりまだまだ分からないプロスピエースの試合。さあ、ノーアウトで、うん、ノーアウトからね、うん、さあ、スリーランホームランが出て、さらにヒットでランナーが2塁得点圏です。うん、さあ3点差、こんなの分からないですよ、うん、だってノーアウトやもんね。そうなんよ、ノーアウトやけね、ついけなんだよって。ここでね、下のある投球が出ました。うん、あー、スリーランホームランが出ましたけれども、ピッチャー千賀投手は変わりません。スリーボールワンストライク。さあ中村選手、さあ打った打球、またまたフェンス直撃、うん、そしてこれもタイムリーになりました。さあさあ追い上げる、追い上げる、うん、4対6。え、あっという間にもう2点差なんやけど、あっという間に、ね、やっぱテンポが早いね。テンポ早い、うん、前半同様テンポが早い。一気に2点差になりました。6点差をなんとかしてちょっとでも追い上げたいとかって勝手に思ってたけど、うん、一気に4点入れましたよ、うん、そして、うん、さあ西田選手、ここでお水を飲みます。うん、さあ竹内投手に変わりました。おー、ピッチャー変わる、ピッチャーが。さあ2番手ピッチャー竹田投手、うん、初球はボールです。さあここも同じところに、うん、2ボール、うん、さあカーブですね、うん、今のは3ボールとなりました。まだストライクも入っておりません、うん、ここで1つストライク、うん、3ボール1ストライクです。おー、インコースの際どいところ一気に出ますね、うん、3ボール2ストライクです。さあここは抜けてきました。さあ三遊間抜けて、うん、ランナー1、2塁。ここで一発、もんね、ここで一発出たら逆転ですよ。ここで一発出たら逆転。さあピッチャーが変わります。投手や、さあモイネロ投手も勝ちました、うん、さあピンチ発動、うん、バッターはデスマイネ選手、はい、結構低めが多いのかな。そうね、縦のスライダー、うん、モイネラ投手ね、ストレートもいいけど、このスライダー、カーブ、いやもうね、打てないよね。まあ、水平線はキープ、うん、でも配信で特訓でやったことあるけど、もうひたすらノックみたいな、うん、全然打てなかった。ここ攻められますね、このインコース、うん、そうね。さあ、またまた牽制入ります、セーフ、3ボール2ストライク。どうやろうか、うん、ここは外、サークルチェンジ。さあここはセンター頭抜けていきます、うん、さあ三塁ランナーがホームイン、1点差、5対6、1点差です、1点差。
さあ守る相原選手もちょっと苦笑いですか、うん、これは。いや、そうですよ ね、だって6点入れたらちょっと余裕出るよね。大丈夫かなみたいな。それでも分からんのがやっぱ野球。チャンス発動。やっぱり1本で出すとね、どん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 つながっていきます。その時の調子とかもやっぱこう関係してますね。さあここもヒットになりました。さあ三塁ランナー帰って、ここで同点、6対6。4回の裏、まさかの4回の表に6点を入れて、そして裏こちらも6点入れました。能力ピンチが発動。はい、バッター松田選手、わ、いい試合してますね。いや、これ1点入れればサヨナラ勝ちで試合終了やわ。そうか、特別延長そうなるか。うん、まだノーアウトやからね。そうなんよ、まだノーアウトです。ここはですよね。うわー、ヒットが出ました。さ、西田選手ヒットが出て、これでランナーがベスト3。1点入って7対6で試合終了となりました。最後の大逆転劇が待っておりました。いや、そうなんです。3回まで全く動かず、もうどうなるんこの試合って思いよったけど、いや、西田勝利、西田選手大逆転勝利だったね。そうですね、ドラマが待ってました。この試合、相原選手対西田選手の試合ですが、大逆転劇が待っておりまして、はい、西田選手の勝利ということで、はい、終わっております。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。午後からはね、2時から、はい、はい、配信をしていきたいと思います。はい、2時からの配信は海ひなだけでなく、はい、荒木さんとことも一緒に、はい、配信いたしますので、皆さんぜひ見に来てください。